はい、はい、じゃあセンターのオフィシャルの方にはいはいじゃあ最後右の方にはいお願いしますはい続きまして是枝監督になりますお帰りなさいませ では早速なんですがではカメラの皆様お声がけください正面どうですかねはい正面オフィシャルスチールマンになりますはい喜びの授与とバトンタッチというような形になります ます。はい、えー。何時間前だろう。二時間ぐらい前に羽田に着いたばかりなんですけれども、えー、まあ、映画にとって本当にあの素晴らしい、えー、評価だをいただいたなと思っております。で無事に、えー、この脚本賞の例えばですね、僕が運んだわけではありませんけれども、佐久間さんにお渡しすることができて。 えー、ちょっとほっとしてます今日はありがとうございます遅い時間にすみませんよろしくおめでとうございます続きまして一足先にご帰国されておりましたが、えー、この度見事受賞を致しました坂本裕二様、えー、一言ご挨拶をお願いいたします、えー、こんばんは結婚科の坂本裕二と申します、えー、本日はお越しくださりありがとうございます、えー とても緊張、こういう場に出るのは初めてですので、とても緊張していますが、えー、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、すごくあのおめでたい会議。 の記者会見になりますので、えー、ぜひリラックスして臨んでいただければと思います。えー、それではここからあの記者の皆様からの質問を受けたまわりたいと思います。えー、挙手の方で、えー、私の方で、えー、指ささしていただきますので、お名前と媒体名、それから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、じゃあ鈴木,鈴木さんお願いします。 えすみません、スポニチの素敵と申します。えー、今このおめでとうございます。えっ、ー、と、まあまだと受賞って今トロフィーを受け取ったばかりですけれども、そのトロフィーの重み、実感みたいなものっていうのはいかがでしょうか。えー、実感はまあ正直あまりありません。<laughs> あのー、まだ。 これを受賞を初めて聞いた時寝ていたものですから、えー、その第一歩を聞いた瞬間まず初めにままだ夢を見ていいるのかなと思いました、えー、その後もまだ続いているようで今も、えー、夢の中にいるような、えー、そんな思いと、えー、ただこの重みに自体がやはり大きな、えー、この作品の責任感だと、えー、感じますので。えー そこは、えー、私自身にとても手にも背中にも乗っかった大きな責任だと感じておりますそのすみません、正直、実感のないままで恐縮なんですけれども、これがこう、まあ、世界的な評価を受けたということで、今後、その映画の脚本に対する向き合い方ですとか、考え方みたいなものに変化は出てきそうな予感というのは自分の中でありますでしょうか。 最近映画を、まあ、脚本を書くようになりまして、えー、ほぼ2本目のようなものなんですがまだ、えー、やはり、えー、監督の力を借りながら、えー、プロデューサーの、えー、力を借りながら、えー、まあゆっくりと進んでいるところですから。えー やはりまあ今回含めて周りの方のお力によるものだと考えていますありがとうございますありがとうございます、えー、続きましてどなたかいらっしゃいますでしょうかはいじゃあ、えー、中ほどのはいすいませんお願いいたしますあの共同通信社の鈴木と申しますこの度はおめでとうございますえっ、ー、と坂本さんに伺いたいんですけど先ほど あの一報を聞いたときは寝てらっしゃったということですけれども、あのどなたからどのような手段、どういう状況であの一方入ったか教えてください。と朝方というか、深夜4時頃だったものですから、まあ、やはり寝ておりまして。えー <laughs> 何度か LINE は鳴ってたような着信はあったようなんですが、えー、私気づかずにそのまま寝ていまして、えー、そのうちまたちょっとそのニュースをご覧になった別の方からショートメールをいただいてそれで初めて音が鳴ったんですねその音で気づいて、えー、見たところ、えー、プロデューサーや監督から、えー、受賞しましたというお話を聞きまして何と、えー、言いますか、まあ、私 あまり感情の起伏がないものですからあのう嬉しいとかやったという気持ちというよりは、えー、何かずしんという思いが訪れて、まあ、水を一杯飲みました <laughs> <laughs> まあそれが最初の行動でしたねはいあとすいませんあのえっと以前あの完成披露試写会の舞台挨拶の際にあのこの脚本は 子のの頃の記憶、経験をこう思い出しながら書いたというふうにおっしゃってましてまたあの受賞の後ににれ枝監督があの紹介されたコメントの中ではあのたった一人の孤独な人のために書いたというふうにおっしゃってまして差し支えない範囲でそのこの作品の元になったという経験がどのようなものだったのかというのとあとたった一人のその 孤独な人,ということに人,に人に伝えたいいい言葉みたたたなのが今ありままししら教えていただけますでしょうか、えっと、たった一人に関してはの、えっと、監督にお送りしたメッセージに関しては、えー、慌てて書いたものですからちょっと文章が下手だったんですがまあ、えー、きっとどこかにいるであろう、えー、孤独に過ごしている誰か、えー、それはもう特別な誰かを指しているわけではなく、えー、また多くのたくさんの人に 届けるという気持ちではなく、えー、誰か、えー、この映画を、えー、受け止めてくれる、えー、そんな人がいると信じて、その人のことを頭の中で思い描きながら常に書いていました。えー、子どもの頃に関しては、まあ、えっ、ー、とその時に話した通りで、まあ仲良かった友達のことや、えー、何人かの、えー、僕が、えー、小学校時代から中学にかけて。えー 出会った友人や出来事、そんなことを思い返しながら書きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだけあの僕もあまり普段壇上に登らないものなんですけど、あのフラッシュもしあの最後にまたフォトセッションの時間取らせていただきますので、フラッシュなしで、えー、撮影していただけるとありがたいかなと思います。えー、続きまして、えー、ご質問を進めさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。 ではひとびさんお願いします朝日新聞ひとびですおめでとうございますあの感情の起伏があまりないと今おっしゃってましたけど賞ってあのいうのはもらうと嬉しいもんなんでしょうかどんなようなもんなんでしょう周りの方からおめでとうって言われたときに初めて嬉しくなりますあの。 たくさんの方が、もうまず初めに監督からプロデューサーからおめでとうという言葉をまを、あ、もちろんチームの1人ですので、みんなでもらった作品賞だと思ってますから、えー、その時点で私がお祝い身、身内からお祝いされるのも不思議なんですが、えー、たくさんの人からその後、おめでとうという言葉をいただきました、それがやはり嬉しかったですね。 でえー、一番嬉しかったのは、あのジョン・キャメロン・ミッチェル監督が、えー、から、えー、昨日ですね昨日メッセージをいただきまして、えー、受賞、脚本賞の受賞おめでとうございますというメッセージを、えー、届きまして、タクシーの中にいたんですが、えー、涙が出ました、<laughs> はい嬉しかったです。あの 同じ質問、是枝さんはたくさんカンヌでもらってらっしゃいますけど、どんなもんなんでしょうね、賞をもらうっていう気持ち、いや、もちろん嬉しいですよ、あの、なんだろう、華やかな場所が好きなわけではもちろんなくてですね、僕もあまり周りから感情がよく見えないと言われがちなんですけども、内側ではいろいろ、 感情の起伏はあるタイプなんですがあの特に自分,自分が褒められると本当かなって疑問が湧きますけどもこういう形でその自分の映画に関わってくれたまあ役者さんとかスタッフが褒められるのは本当に本当に嬉しいですねだ今,今回は会場にいて、えー、なんかとても幸せな気持ちになりました。 続きまして、あじゃあ,あ、新田さんの後ろの方の、ほチームの有野と申します、坂本さんに質問ですけども、あの受賞しそうだな、するんじゃないかなみたいな予感はなかったんでしょうか、えー、全く考えてもおりませんでした、えー、カンヌに呼、えー、んでいただけたこと自体が、えー、私にとってもう何より嬉しいことでしたし、 えー、それ以上の、えー、ことは、まあ、考えてもみませんでしたしただ、まあえー、作品、まあ、私も一一人、まあ、チ怪物のチームの一人として、まあ、作品を見て、えー、よく、えー、なんていうんですか好きになれた作品でしたので、えー、これが、えー 評価を受けると嬉しいな、それぐらいの気持ちでしたね。はい。ですから、えー、もう本当にこれは本音ですけど、自分のことは全く考えてませんでした。脚本のどういうところが評価されたというふうにご自分では思いますか。あのもちろん脚本をね脚本を審査される方が読んでくださっているわけではないので、えー、出来上がった作品から。 えー、脚本を、えー、評価していただいたんだと思うんですがやはり、えー、それは、まあ、もちろん作品の素晴らしさ、えー、そして、えー、脚本に関してはどうでしょう自分ではなかなか評価しづらいんですが、えー、ジョン・キャメロン・ミッチェル監督は、まあ、人の命を救う えー、もの映画になっているとおっしゃってくださったので、もしそれが、えー、誰かの心にとそうあるなら、えー、こんなに嬉しいことはないなと思っていますあの子どもと親と教師という3つの視点がこう巧みに表現されていると思ったんですけれども、その辺はどういったあの意識で書かれたのか、教えてください、えー、3つの段階を踏むのはですね、えー 私が以前経験したことなんですが、えー、車を運転しておりまして、えー、赤信号で待っておりましたその時前にトラックが止まっていて、えー、青になったんですがトラックそのトラックがなかなか動き出さない、えー、しばらく待っても動かないものですから私、まあ、前の車がちょっとよそ見しているのかなと思ってちょっとプップッとクラクションを鳴らしたんですね。そうしたところ、えー そのトラックが、えー、それでも動かなかったどうしたんだろうと思っているとようやく動き出した後に、えー、横断歩道に車椅子の方がいらしたんです、えー、そのトラックは車椅子の方が渡りきるのを待っていたんですが、えー、トラックの後ろにいた私にはそれが見えなかったんですね、えー、それ以来まあその自分がクラクションを鳴らしてしまったことをまあ後悔し続けておりまして、えー、このようにまあ 世の中には、まあ普段生活していて見えないことがあるでまあ私たち私たちと言っていいのか、えー、まず私自身、えー、自分が被害者だと思うことにはとても敏感ですが自分が加害者だと気づくことはとても難しい、えー、それをどうすれば、えー、加害者が、えー、自分被害者に対してしていること気づくことそれができるだろうか そのことを常にこの10年余り考え続けてきてその一つの描き方としてこの方法を描き方を選びましたあとすみません是枝監督にもちょっと教えてくださいあの今回の坂本さんの脚本の優れているところをどのように評価されているのか教えてください僕個人がって、はい、いいですか、はい あの受賞後のカンヌの囲みの取材でえどこが評価されあの坂本さんの脚本のどこが評価されたと思いますかという記者の質問が出てあのちょっと審査員の人たちと話す機会があれば聞いてみたいなと思ったんですけどもちょっとなんか今回はそういう,こう集まりがなくてですねいきなり花火ががお祭りになっちゃったもんですから。あの ちちゃんんんとと聞けけてなないんでですすよねそこがちょっと残念なんですけども僕自身はもうあの最初にプロットいただいた時から一体何が起きてるのか分からない分からないのに読むのが止められないどこまで行っても分からない映画が半分過ぎても多分まだ分からないっていうことがあこんな書き方があるんだなっていう自分の中にはないあの物語の語り 肩でしたした、えー、読み進めていくうちに読んでいた自分がその作品によって批評されていく自分がその今の坂本さんのお話でいうとクラクションを鳴らす側にいやおなくなってしまうっていうそのこうある種の居心地の悪さっていうんですかねいい意味でですけどもそれがこう最後まで持続するということがあのとても あの面白かったですエンターテインメントとしても本当に面白かったですねそれがあ僕は一番チャレンジしがいのある脚本だなと思ったところの一つですたくさんありますけどそれが一つですねありがとうございますありがとうございますじゃあその前の村上さんですかねはいお願いしますあ日刊スポーツ村上です この度はおめでとうございました。あここにこおまめでとうございした坂本さんにお伺いしたいんですけれども、あの先ほどの映画の脚本は2本目っていう、ほぼ2本目とおっしゃっておりましたけれども、そもそもの話として、やっぱり映画をやっぱり仕事をやりたいってことが、まあ、その脚本書くルートにあったというふうにちょっと伺っておりまして、その例えばフジテレビヤングシナリオ大賞ですね、これ応募する前、そもそもディレクターズカンパニーのね方のところに長い脚本を出し、 それと同時に短くしたものをフジテレビに送ったらフジテレビが入ってしまいましたというところからどうしても映画をやりたいでご自身も監督作をやったこともあるという過去がありながら近年だとやっぱりそのドラマというものは答えがあの結論出てないから面白いけれども映画2時間で結論出てるからつまらないって発言もされてたのもちょっと聞いたことがありますのでその辺もともとやりたかった映画の世界で脚本というところの道から入っていって賞を取ったということの喜びというんですかね。 そのあたりどう思われてますかね映画が、まあ、つまらないとは全く思ったこともありませんし一人の映画ファンとして、えー、映画が大好きです、えー、そうですねまあ自分が高校の頃に、えー、まあ多くのこの世界にいる人たちがそうであるように、まあ、映画をたくさん浴びるように見て、えー、この映画の世界に 映画をを作る仕事をしてみたいとと代20代の前半ずっと思っ思ていました <laughs>、えーまあ途中一本映画を作ったんですがその時にまあ全く自分が監督という仕事に向いていないということが分かりましてそれ以来やめようと思ってそれから25年ぐらいですかねもう少し30年近く経って30年も経つと、まあ、もしかしたら今ならできるんじゃないかと。 思ったりしていたんですが、今回まあ小林さんの仕事を見ていて、あやっぱり自分にはこれはできない無理だと、えー、はっきりわかりましたので、えー、本当に映画監督ってすごい仕事だなと思いました。すみません、えっ、ー、と質問答えになってました今。<laughs> あのまあ映画監督がすごいっていうのはまあわかりましたけども、はい、でも脚本のところでこれこうしてやっぱり感度のところで頂点立った。 もともとやりたかった映画ってもろで賞を取れたってところの達成感とかそういうものはあるんじゃないですかね。うん、そうですね、えー、私30年前に関連映画祭にあの遊びに観光で行ったことがありまして、えー、それは仕事でも何でもなくあのユーロスペースという会社の堀越健三さんや、えー、亡くなられた吉武美智子さんに。 パスを取っていただきまして吉武さんに案内されながらカンヌの映画をたくさん見ましたその時にいつかここで自分の作品を上映できたらどんなに幸せだろうかそんなことを毎晩考えていました遠巻巻にレッドカーペットを見ながらまあそれから30年経ってまあ賞を取った とということももちろん嬉しかったんですがやはり上映できたことそれが私にとって30年来の願いが願いというか忘れていた願いが蘇ってきてここにあったんだという気持ちになりましたもうう一問だけよろししいでしょうか、まあ、その後もやっぱりドラマの世界でもやっぱりなかなか難しい時期もあった。 かと思うんですよね。やっぱりテレビから離れた時期もあった、ゲームの、まあ、脚本も書かれたこともあった、本当にテレビドラマってものに向き合うってこと、本当に脚本家というそのもの、職業として向き合うこともやっぱり難しかったっていう時期もあったということも、著書なかでも書かれてますけども、今、ご自身の人生、脚本家の人生等々、振り返ってみて、今、どういう、やっぱり幸せの頂点でところなでんでしょうかね。全く頂点でもな、とは思っておりません。えー なかなかまあ日々とにかくまあ本当に皆さんも同じようにあの白い紙にまあパソコンの白い紙に向かってえ書かれていらっしゃるかと思いますが私もまあ日々えただただ締め切りに追われえ文字を埋めていくということをコツコツえ毎日一日中やるしかそれでしかまあものは出来上がらないのでえそこにまあ 達成感というのははなななかなか生まれる仕事ではなくただただえ文字を書き連ねていくえこれがまあ自分の人生だと思って振り返れば思っていますのでまあそこに達成感のようなものはえこの仕事をしている以上なかなかそう簡単に手に入るものではないんじゃないかな。ただまあお,客さんお客様が、えー 見てました。えー、まあ時に救われましたという言葉をいただいたときに、ちょっとまあ、えー、そのコツコツやってた日々を、えー、思うと、まあ無駄ではなかったなと、えー、そんなことを思うぐらいです。はい、すみません。よろしいですか。はい。まだはい。じゃあ後ろの方の女性の方にお願いいたします。 あのフリーランスの金原と申しますけれどもあの子どものセクシャルアイデンティティについてかなりあの踏み込んだ内容の,あの脚本と作品になっていることがクイア・パルモ賞も受賞されたことになっているかと思うんですけれども。 このテーマについては、お二人はかなり最初の段階からあの形が変えないまま、この脚本であの映画化されたということになるんでしょうか、それともいろいろ話し合いで脚本を作ったっていうお話を関東の記者会見でされていたんですけど、そこのテーマについてはいろいろ紆余曲折があって、最終的な形になったんでしょうかえまず私からお話しますと、えー、まずま、もちろんどんな題材でも、えー、どんなテーマにおいてもそうなんですが、 まずは取材勉強それから自分自身のこれまでの経験それを踏まえながらとにかく自分の中に既にあるこうであろうということをまず捨ててまず知ること自分自身を疑うことそれを考えながら取材勉強を続けました。ある段階で監督含め 監修の方に入っていただき多くの指摘をいただきながら修正していきましたその具体的な過程に関しては監督の方が詳しいかと思うんですがただとにかく自分たちが分かった気にならないそれはいつもそうなんですが自分たちは何も知らないんだそれを踏まえながら常に勉強していったという感じですねそして脚本に修正を入れ 大ききく変えていきましたプロットいただいた段階でこれはあのちゃんと勉強しないとまずいなと思ってプロデューサーと相談しながら、えー、協力していただける団体の方たちに連絡を取って、えーま、最終的には LGBTQ の子どもたちの支援をしている。 団体の方に、まあ、本を読んでいただいたただり演出上どういうふうな注意点があるかということをお伺いしながら描写については現場にあのインティマシーコーディネーターの方にも入っていただいて撮影をするというような形をとりましたもう少し踏み込んだ方がいいですか <laughs> あの僕もなかなかど,どこまで踏み込んだ描写をするのか彼らがどういう 要するに自認をしているのかというのあたりが演出する上でちょっとポイントになるなと思ったので団体の方たちと話していたときにあの,あの年齢の子たちが例えば自分がゲイであるとかトランスジェンダーであるという自認もしくは他人というような認識をするということはまだ早い段階の子どもたちなのでそういう特定の描写をむしろ避けた方がいいのではないか。 そういうアドバイスをいただいて、えー、極力というかまあ、そういう描写がを脚本から少しカットしたあーということはありますその上でこれはもうでも映画を多分見ていただいた上での話になると思うんですけれどもその名付けようのない自分の中に芽生えた得体の知れないものあの子たちにとってはそれを彼らは怪物と名付けてしまうもしくは周りの 抑圧によってて呼ばされてしまうそのことをお描きたいで僕が考えたのはその,そのように自分の中に芽生えてしまった自分でも理解できない自分の感情とか存在を怪物だと思ってしまうという感情とか行為というのはいろんなところでいろんな状況に置かれた子どもたちの中で起きているだろうなと思っていて。 多分坂本さんが先ほどあの孤,独な孤独な人といった人たちだと僕も思っていますでその,その子たちを孤独な状況に追い,追いやってしまっている私たちっていうものを要するに彼らから見れば私たちの方が怪物であるっていうこの私たちが彼らに見返されるというスタンスをどういうふうに 映画の中に描いていくかということまでやるべきだというのが、えー、そのお相談をさせていただいた団体の方と話し合った上で僕が学んだことでした、一番学んだのはそこでした、そこを見失わないようにしようと思いました。このぐらいいいでで大丈夫すすすかま <laughs> ませんありががとうございます公開が今週末 になっておりますので、まあ、そのあたりも踏まえながらあの文字に起こしていただくというかあ決してこれを隠してるわけではないのですけれどもあのすみませんうう、ね、追加で言うと一部で何かその子どもたちが抱えた葛藤をネタバレだから言わないでくれと言っているというようなことがささやかれたり発言があの飛び交ったりしてるようなことを耳にしてるんですけれどもこれあの見た方の感想で。 なるべく先入観なく見た方がいいっていうのは間違いないと思うんですね。そ,のそういう感想をいくつも目にしましたけれどもあの決してその彼らが抱えた葛藤をネタとして扱ったつもりはありません。あの構成上おそらくむしろあの見た方が自分が当事者としてあの子どもたちとこう向き合うためには。 できるだけこのくらい坂本さんの脚本の技術だと思いますけれどもできるだけ振り回された方が見終わった時に自分がどこに着地するのかということが最初にわからない方がいいのではないかなというふうに思っておりますのでそこは誤解のないようにというふうに僕自身は宣伝のスタッフにも。 伝えております。ごめんなさい、余計な話かもしれませんが、以上です。はい、じゃあそれでお願いいたします。はい、えー、っと続きましていかがでしょう。じゃあもう一度、はい、お願いいたします。すみません、先ほども質問させていただいて恐縮なんですけれども、あの共同通信の続きといいます。えっと坂本さんに伺いたいんですけれども、先ほどあの今回の作品を通してその監督は自分には 無理だっていうようなことを感じたということをおっしゃってましたけども脚本今回その自分が書いた脚本がこういう形で映像化作品になったのを見てその例えば自分の想像以上のものができたのかとかとそ,そこでどのようなことを感じたのかっていうふうなところを教えていただけますでしょうかまずまあ二人の子供たち主演、えー、主演する二人の子供たちを 見てるうちに自分の、えー、子供時代のことをどん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 思い出しました。えー、自分の忘れもう名前も忘れて顔も忘れていたはずの、えー、友人の顔がその時急に、えー、思い出せなどしてそれはもう新鮮な驚きでした。<laughs> 映画全体としてはもうあのもちろん、えー、本当に。 本作りの段階から監督にはじ、えー、め皆さんに引っ張っていただいて、えー、多くの知恵、えー、をいただきながら、えー、書き上がったものが、えーまあ、編集の段階でもまたよりどんどん、えー、変わっていき変わっていきというか良くなっていき、えー、映画が成長していく、えー、作りながら私が書いた、まあ、設計図にしか過ぎない、えー、脚本がどんどん えー、人々が息づいていく作品になっていく、えー、その姿、まあ、その様子にまあ驚きましたねあのーえー、もういつもは自分の、うん、いつもいつも分からませんが、えー、と一人の観客として、えー、出会えたのでそれが何よりかなと思っています。 もう一点なんですけれども、あのまあ、実質今回が映画の脚本としては2作目というふうにおっしゃってましたけれども、あのそれでまあこれだけ世界的にあの大きな賞をもらって、このことがご自身の今後にとって何かこうあの影響を与えたりということがあると思っていらっしゃるのかっていうことを、はい、もう少し早く映画を始めていれば、えー、変わったのかもしれないですが、私も。 結構なベテランでカツカツなんですね <laughs> ですからもう絞っても何も出ない状態なのでえまあ日々いろんなことを学び周りの方に助けていただきながら書いてるんですが正直自分がこれから何が書けるのか全く見えてはおりません。もしまあ振り返った時に怪物が 自分をもう一つ成長してさせてくれたものだったなって、まあ、10年後にねもしこんなこと言いながらばりばり書いていたりしたらこの時だったなって思うのかもしれませんが今はもうすみませんもう一手だけちょっと確認で今内容に関してこれ今後書くものの内容についてカスカスだってことだと思うんですけど例えば。 これから描くものが映画になるのかドラマになるのかあるいは他のものになりうるのかそこら辺については何か考えありますでしょうか、えっと、当面映画を描くことは、えー、決まっています、えー、ドラマは決まっていません <laughs>、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますではその前の女性の方にお願いいたします時事通信のババと申します 坂本さんおめでとうございますあの先ほどのちょっと質問にもちょっと重なるところはあるかと思うんですがあのこれまであのすごくたくさんのお仕事をなされてこられてあのトレンディードラマも,もうあのご自身を鍛えてくれたとあのおっしゃっておられてあとさまざまなその後もあのもすごく社会的なテーマと言われるようなところにもあの次々と取り組んでこられてその作風の幅をすごく広げてこられたという。 あの印象を持っているんですけれどもこのこ「の怪物」はあのご自身にとってそのこれまでの,そのご自身の書かれた作品の中あるいはそ,のそれと中から出てくるあの位置づけっていいますかねあ,のあとこれまでの取り組みの中から何かその怪物の今回の作品のプロットっていうようなところにもつながるものがあったのかそういったことをお伺いしたいんですが。 2010年に「マザー」というドラマを作りまして脚本を書きまして2011年に「それでも生きていく」という、えー、脚本のドラマを書きましたドラマの脚本を書きました、えー、その時からずっと、まあ、まあ先ほどもちょっとお話ししたんですが、えー、抱えていた問題が、えー、自分の中にずっとあって、えー、それはまあ こ,ここでこんなお話をすることがふさわしいかどうかわからないのですが、えー、加害者というものをどのように描けばいいのか、えー、それが私にとって、まあ、この12年間の、えー、長い長い、えー、課題というか自分,に課せられ自分が、えー、考えていきたいテーマだったんですねで、えーまあ、先ほどもちょっと言いましたが加害者がどのようにすれば、えー、被害者の存在に気づくことができるか、えー 私たちは、まあ、やはやり、えー、被,害被害ということに対して、まあ、私たちは考えることは自分自身よくあるんですが自分自身の加害という行為に関して、えー、なかなか考えることは難しい気づくことは難しい、えー、それをどうすればいいんだろうかということは私の、まあ、長年の、えー、テーマだったんですが、えー、その先ほどのグラクションの話もそうなんですが「えー、怪物」で辿怪物」でたどったのは、えー 加害者が被害者の存在に気づいていくその道のりをえまあ自分なりに今現在書けるえー最も適したえ書き方だったまあ現状を書けるものがこれだったというまあそういうことをまあ社会的という話も出たんですがまあそれにまつわることをずっと考えてきたということなんですね。 ですから、えー、これで一つ、まあ、自分なりの、えー、道筋というものになっているといいなと思うんですがそれはまあちょっと答えが出るのかどうかはわからないのですが、えー、現状はこれですす、はい、ありがとうございますあの先ほどの,あのちょっと関連してあの監督にもちょっとお伺いしたいと思うんですが是枝監督はこれまでその坂本さんの,あの作品 を見ていていご自身の関心とやはりその同じものがあって同じ時代生きていてとそういったこともあってあのぜひちょっともしご自身が脚本をお願いするなら坂本さんにということを前々から言われているということなんですが今の,その社会性といったことでずっとその坂本さんが取り組まれてきたそういうことに関してそのあの監督としてはあとこの。 今回の作品に含めても、あの、のテーマといったところと、その、今のその、佐久さんの発言に関して。監督からちょっと一言いただければと思うんですが。難しいですね。あの、世代的な僕の方がちょっと上なんですけども、僕も初めて書いた脚本は。ディレクターズカンパニーに持ってってんですよ。<laughs> 僕は八十九年だったか、九十年だったか。 真事に憧れてもう出発点から結構似てるんですよねただその90年代あの僕はフジテレビの本当にもう視聴率が1%未満の深夜のドキュメンタリーをやりながら坂本さんのドラマを見る心の余裕もないあの20代30代を過ごしたんですけどもあのそうですね先ほどの「マザー」 それでも生きていくまあそれでも生きていくが僕の中ではあの圧倒的な打ちのめされ方をしたドラマなんですけども自分が関心を持っているモチーフをこんな形で連続ドラマでえしかもラブストーリーでえー真摯に取り組んでドラマを通して何が」 できるるのかを模索している作り手がで本当にあの演者と演出と脚本が信じられないレベルでこう高いレベルで成立してるなっていう,こうそこからもう目が離せなくなったというのが正直なところであの社,会社会派と言われると多分坂本さんもんって思うと思うし僕もその社会派 っってて言われるこうくくりり方でであんまりピンととここなないっていうのは正直なところなんですよ、ね、あの多分大モチーフとして選んでることとその先で作り手が何を考えて何を描こうとしてるのかと結果的にどんなものになったかというのは必ずしもイコールでつながらないものって特に、まあ、ドラマとか映画もそうですけども集団で作ってるし。 作り手が描こうと思ってないものが描かれちゃったりすることもあるのであまりこうそれを決めたくないなっていう気持ちはありますただ同じ言い方になりますがあの同じ時代に生きてあの同じ空気を吸ってきたでも履き方が違ってきた履き方は違っていた脚本家と監督が今回はちょっと息を合わせて作ったっていう感じです。 ありがとうございます。お時間も40分。はい。では前から2列目の女性のそうですね。まだ時間ありますけれども、今40分ぐらい経っておりますので、そのあたりもご意識ください。オリコンニュースの吉田と申します。よろしくお願いします。あのちょっとちょっと軽い質問してもいいですか。すいません。 あのせっかくカンヌに行かれていたのであのちょっと,、えー、と坂本さんにはレッドカーペットとか歩いた時とか現地で過ごした感想とかも聞きたいのと是、えー、枝監督には授賞式後役所広司さんとかとツーショットで写真も撮られたりとかしてあのっていうのもあったりとかしたので現地でご経験されたことをちょっと聞ければっていうのもありつつ一つちょっと気になっていたのが。 あのレッドカーペットにかかっていた曲が「菊,菊次郎の夏のサマー」だったのがすごく気になっていてなんかなんかもし現地で実は間違えちゃったんだとか言われたとかなんかあったらとかともちょっと気になってたんですけどまあとりあえずそのカンヌの思い出話楽しかった思い出とかをちょっとと聞けたらなと思います楽しかった思い出ではないんですが。 私、えっと、3日いたんですが、えっと、お腹を壊してしまいましてあの3日のうち2日寝込んでおりましたただ、えー、ギャガのスタッフの方が優しくあのクッキーとウェハースを持ってきてくださって、えー、そ,れをそのウェハースを食べたらとても美味しくてカンヌに来てよかったなって思いました。あの 多分一生あれより美味しいお菓子を食べることは多分ないような気もしますとても美味しかったです <laughs> あの帰る時でしたねあの治ったのは、はい、じゃあ全然あの南仏のお料理的なものは料理はあのまあ機内食は美味しくいただきました <laughs> でもあの本当にあにどんな料理を食べる どんなおいしいものを食べるより、あのあのスタッフが持ってきてくださったウェアハウスはもう最高でした。はい、あ、公あれ公式上映の時は大丈夫だった？あの日大丈夫ですあの次の日の午前中に倒れてしまったんです。はい、それは良かった。よくな、はい、あのまああのいい思い出です。これは。です。ありがとうございます。レッドカーペットの音楽はですね。 えー、事前に何に何ししまますかかというのは聞かれましたそ,それで、えー、坂本龍一さんの今回の「怪物」のテーマ曲をお願いしますというふうに伝えましたあかかったら久石城だったんですよ <laughs> あ<の> <laughs> それでこれは何でだか分かんない何かを間違ったんだと思うんですけどやっぱそうですよね私絶対坂本 龍一さんのの曲じゃないのっっっててちょっとすごく思って,て当然そうだと思って歩き始めたんですけど違いましたねで上映終わって出てきてもまたかけてたのであの大好きな曲なんですけどもなぜあれがかかったのか分かりません,ませんけれども授賞式でレッドカーペットを僕歩いてても「たけし!」って声かけられましたんでもしかするとどっかでなんかこう違っていろんなことが伝わってるかもしれません その後の後北野監督のレッドカーペットでも「あのサマーが流れていたのであそうですか、はい、そっちでもしかすると「怪物」が流れたんじゃないかと思ってたんですけど <laughs> だから日本,日本の作品は全部被災市場なのかなって思ってたんですけどだとするとだいぶ雑ですよね <laughs>、まあ、いい曲でしたけどねいい,いい曲だったんですけどちょっとさせめて坂本さんにしてほしかったなというのがあの。 レッドカーペット歩いたみんなの共通の意見でした。やっぱそうですよね。すごい気になってました。はい、すみません。あ,あの伝えときます。あ, <laughs> あ,あのあはい。舞台舞台裏では役所さんとあまずあの受賞の瞬間に名前を役所さんの名前が呼ばれたときに本当に僕と安藤サクラさんが一番叫んで歓声を上げていると思いますよ。あのそのぐらいあのかまあ、かっこよくてというかですね。あの本当に嬉しかったです。役所さんが。 あの場所で評価をされるとということはで裏で記念写真撮ってあんまり受賞の話を役所さんもあの恥ずかしがり屋さんなのであんまりこう受賞した喜びをそんなに裏で言葉にするみたいなことはなくてですね裏で話したのはあの、まあ、今後の日本映画をどうしていくかみたいな日本映画界をどういうふうに良くしていくかみたいなことを。 まあ、また戻ったら、話し合いましょうねっていう、すごくこう。実務的な話を。ずっと、あの、応援していただいているので、僕らがやっている活動も含めて。あの、そのお礼を伝えて。日本に戻ったら、また話しましょうっていう。そういう話です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、あごめんなさい。じゃあ。女性の方ですね。はい。そうです。はい。 ンンカウントの小田です坂本さんにお伺いしたいんですけど今回結構本賞を受賞して、まあ、今後の作品とかもあのより一層注目度が高まるかなと思うんですけどその辺のなんかプレッシャーとか不安に感じることってあるんですかあまりプレッシャーのない仕事をしたことがなくてしかもあまり結果も出たことが私そんなにないものですから。 いつも怒られながら、えー、謝りながら仕事をしていて、えー、まあそれはあのビジネス的な面でとてもあの気弱脆弱な脚本家なものですから、えー、いつも細,、まあ、細々と細々というか細々というと自虐が過ぎますが。あのー 皆さんにお仕事をいただきながら、えー、やっているものですから、えー、それはまあ本当に今後もプロデューサー次第だとは思うんですけど、えー、これで、まあ、でもそのプロデューサーたちが「あのおめでとう」って言ってくれたり「あのご飯食べましょう」って言ってくれたり、えー、しているの。の あの質問でしたっけ、すみません、嬉しかったです。世に出す上で。世に出していく上で、やっぱり。今後、え、ごめんなさい。今後。世に出していく上で。世に出していく上えー、本当にもう、カスカスなんです。で。でえーまあ、あの、ただただ、仕事をしましょうと言ってくださることが嬉しくて。それにほいほいついて、いってしまってる、自分がお調子者で情けなくて。 えー、本当に、えー、かけないよごめんごめんって言いながら本当に謝りながらみんな周りの方が「大丈夫かけるよ」って言ってくださって、えー、支えられながらやっているので、えー、すいません愚痴をこぼして <laughs> あの今後自分が変わっていくとは現状はあまり思えないです。ただただだもう というか脚本を書くのはもう地味に毎日朝仕事机に座って夜寝るまでずっとパソコンの前に座って私の安保系日々12本なんですねあのトイレに3回ぐらい行ったぐらいなんですけど、えー、そんなことをまあ本当に元旦大晦日元旦以外はずっとそんなことをしていて。えー 愚痴で申し訳ないんですけど楽しくい,い仕事でもないですしただただもう真面目に文字を書くことでしか何も得られないものですから、まあ、こうやってとても華やかに場に立たせていただきましたが、まあ、公開が終わったらまた私締め切りに追われてコツコツとパソコンの前に向かうしかないですので、えー、あのとても楽しい気持ちにはなれないです。<laughs> うそしたら賞を受賞してもなんか自分にご褒美というかそういったリラックスする瞬間はないってことですか、ね、あの昨日モロあのその、ジョン・キャメロン・ミッチェルからのメールが届く直前にヒカリエでモロゾフのプリンを買いましてこれがご褒美だと自分に言い聞かせてでメールを読み返しながらあのプリンを食べました。はい、<laughs> ごめんなさ、ねはい次の作品に 向き合うときにあのインスピレーションとかついったものってなんか自分の中であったりすするんです、うん、本,当に本当にごめんなさい後ろ向きの話ばかりでやっぱり35年経つとインスピレーションは皆無になります <laughs> もう何もひらめかないですし思いつくことも何もなくてもうパソコンに我慢して向き合った時間だけ長さだけが何か生んでくれる状態です。でもう何か 普段ポンと思いついたりお風呂入っているときにひらめいたとか頭に電球がね、灯るようなことはもう全くないですからただただ、えー、頑張ってパソコンの前にから離れない、椅子から立たない、それを一年中続ける、えー、ということだけが、えー、そしてもうそれをやめない、もう本当に諦めずに真面目にやるということ。 ことだけがねあの、書き終わるという日を迎えるので、えー、すみません、インスピレーションの話をされただけでこんなに長い愚痴を言ってしまって、<laughs> <laughs> あ,ありません、すみません。はい、これだ監督どうですか聞いててちょっと <laughs> ねえ あれですよねそんな坂本さんにそう言われちゃうとでもあの似てる瞬間はあって僕も編集をしているとやっぱりもうひらめきを待っててもしょうがないのでもう朝からとにかく夜中まであの画面の前に座ってああでもないこうでもないってもう手を動かし続けるっていうそれをまあとにかく休まずにやってるうちに何か1000回1000回試せば1回。 いいことが訪れるみたいなそういう気持ちで祈りながら画面の前に座っている時間がありますけども、それにちなんか今すごくシンパシーを感じたのはあの同じような瞬間を生きながらようやく作品を生んでるんだなというそこでした。皆さん私から最後にあの今後もまあお二人で作品を作ったりとかそういったことを考えてますか。チャンスがあれば僕はまあ,あのお願いしたいと思ってますけども坂本さんが いやもうこれでっていう <laughs> <laughs> ことだとちょっと困っちゃうんですけどもでも今、周,周りの声に応える形でこうね引き受けてって言われてるから声かかけけ続けようかなと思ってます仕事を1回ってこう偶然でもあるじゃないですかでも2回仕事するっていうのは偶然じゃないですから。 あのまあそんな監督とお,しお仕事できることが簡単なことだとは思もちろん僕はあの前提として脚本家是枝裕和さんをとてもとても尊敬していて、えー、見上げている存在ですので、えー、その方が、えー、自分で書かずに僕に依頼するということがとても えー、そんな簡単にあることでは思ってませんけどまたねあのもう一回やりましょうって言われることがやっぱり仕事をしていく上で最も嬉しいことですから2回目っていう必然があったらこんなに幸せなことはないですよね。ありがとうございますなんかいい話にまとまってきましたけれども次 <laughs> ラストでじゃあ鈴木さん。 お願いしますこちらお時間もす,すみません、ちょっとあの今回の脚本賞とは違うんですけど、是枝さんにちょっと一つお伺いしたいんですけれども、あの今回、まあ、怪物脚本賞で、あのトランーン・ユンが今回、監督賞を取りましたけど、要するにも幻の光とあの、シクロでしたっけ、あの年は。ね、あの年以来の、まあ、再会で同じこう受賞というもので、喜びを分かち合っていたとしたら、ちょっとご感想をお聞きしたいんですけれども。いやー、しかった。 だからデビュー作でベネチアに行った時に彼はカメラドール撮った後の2作目でベネチアに来ていて同じコンペで出会ったのがお互い多分同い年だと思うんですけども33歳の時でえそこから交流が始まって彼が日本でノルウェーの森撮る時には現場に人見未満に行ったり僕がキャンペーンでパリへ行った時にはご飯を食べたりみたいな関係がずっと続いてきたんです。 ただ、なかなかその同じタイミングで作品を発表するということもなく映画祭で再会ということもなかったものですからそれが今回、こういう形でご一緒できて、まあ、僕は上映にも参加させていただきましたし、えー、主演がジュリエット・ビノシさんだったのでなんか3人で会場でこう抱き合ったのが何だろう今回の中盤のクライマックスだったんですけど。 最終日の授賞式の時に、まああにホテルで着替えて、えー、廊下に出たらエレベーターを降りたトラン・アユンがやはり着替えの途中でいてあ呼ばれたんだねってお互いにそこで分かってまたそこで一度抱き合いましたけどもなんか映画祭ってそういう形でこう、まあ、長い時間かけて作って。 来たことが報われるっていうのは、勝負以上に、なんか、そういう瞬間のような気もしています。とてもいい再会でした。